左、住友ビルディング、右、住友ビル第2号館、住友村は大阪府大阪市中央区の住友ビルディングを中心に旧住友財閥系のビルが立ち並ぶ地域の通称。一帯は大阪の中心業務地区である船場の北西端に位置する。ビル群には住友グループ各社の本社や大阪の拠点などが入居している。現行行政地名では、 中央区北浜指定目と今橋4丁目にあたり、高来橋4丁目を含める場合もある。現在の北浜4丁目は、江戸時代初期の大阪屈指の交渉、淀屋が今日構えていた大川町の大半を含んでおり、新住友ビルディングの北東すぐの場所に淀屋の屋敷屋と石踏みがある。淀屋橋駅からも至近なことから、地域名としての淀屋橋エリアにも含まれている。 住友は、江戸時代は、長堀重左門町に拠点を構える道府木屋で、明治以降は、安治川上通り一丁目や田前町一丁目を拠点としており、大川町へ進出したのは20世紀以降である。最寄り駅は、大阪メトロ、京阪電車の淀屋橋駅と日御橋駅。住友ビルディング住友ビル本館と、住友ビルディング。ありがとうございます。